1軍への優勝の報告と同時に自分の活躍ぶりもアピールしたいところ。バッターボックスに田中大二郎です。先ほど大久保さんからゆうちゃん世代という話がありましたが、この田中大二郎も同い年、高卒ルーキーです。まあ、田中選手10本塁打してますけども、はい、2塁打がなんとですね、はい、26本。田中の当たり左中間深いところ伸びて落ちます。2塁打6本放っている田中が放ちました。ツーベースヒット、ツーアウトランナー2塁、はい、シーズン26本ですね。26本ですか、はい、これもリーグダントツ1位ですね、はい、本当に長打率が高いこの田中大二郎。まあ、本当打率は低いですけども、打点も多いですし、あの打球を見ていて本人はライナー性の当たりが結果長打につながっているんだという話をしているんですが、そうですね、はい、インスタリングでもやっぱりそういった当たりだったんですか。その通りですね、はい、田中大二郎が吉見から